はい、どうも皆さんこんにちは、まさきんです。イエイ、というわけで深夜テンションでございますまあ深夜テンションっていうほどの時間ではないんですけど、まあ、テンションが今おかしいので、もう深夜テンションというふうに呼んでおります。本日は武蔵、浦和じゃない、もう間違えた、浮間船戸駅に来ていますということで、現在の時刻は21時20分ぐらいなんですかね。うん、多分そうです。今の電車じゃないね、あれは電車じゃないね、うん、そうですね、今の時刻が21時22分ぐらいだと思います。今日もまた何しに浮間船戸に来ているんじゃって話になりますが、今日はですね、毎度恒例ながら、臨海線の七幡ヶ沢の撮影に来ていますということで、ですね、はい、そうなんですね。さっきまで赤羽にいたんですけど、なんかね、赤羽は、あんまり PV、今日 PV 用の撮影なんで、どうしようかなって考えて、浮間の方がね、こう、カーブしてるので結構いいんですけど、そうだな、またね、うちの本家チャンネルを見ている方ならご存知だと思いますが、夜にかけるを使わせていただいて、PV を作っております。夜にかけるで第2作かなを今から、作ろうと、現在計画していますが、ちょっといつになるか分かりません。というわけで、そのね、夜にかける第2弾のね、素材、回収を行っているのです。素材回収にだいたい2ヶ月ぐらい今かかっておりますという感じです。そんなに素材使うのかって話なんですが、前使った素材はね、だいたい88本ぐらいですね。で、やりました。でも今回はもっと増やそうと考えております。多分100は行くのかな、多分100は行くでしょう。でも元の素材とか含めると今とんでもない数になっております。そういう感じでございます。じゃあバイバーイ。